ちは。こんにちは。さあ、豊さん、先ほど見ていた、ね、中日ヤクルト戦、うん、ね、中日ヤクルト戦で、まあ、試合終了、不可解な判定があったんだよね。なんともちょっとあれあれみたいな。いやいや、高津監督が猛抗議した、うん、はい、ね、終わってから20分ぐらい、まあ、結構な時間20分ぐらいはしてたな。ありましたよね。その後審判室に多分行ったと思うけど、はい、まあまあ、事件は事件っていうかさ、まあまあ、9回表タイトルで中日が勝ってんだよね、はい、で表の攻撃でヤクルトが追っかけてた、うんうん、はい、ね、まあ、状況説明すると、中村がライト前ヒット打ってマルティネスから、はい、次のサンタナがフォアボール、はい、ノーアウト1・2塁になって、うん、西浦が送りバントを失敗したんだよね。そうですね、うん、で1塁ランナーが西浦、2塁ランナーが古賀、まあ、古賀はダイソーなんだけど、うん、入れ替わったような感じですよね、うん、そうそうそう。で起きたのがバッター川端の時に、はい、代打、はいはい、こういうプレーがあった。セカンドゴロを打つ、はい、ね、で堂上が取ったら西浦が止まったんだよ、ここでちょうどね、あの堂上選手の前でね、そう、で堂上は川端を先にアウトにしようとして一塁投げたんだけど、ここがセーフになったんだよ、はい、そしたらここでランダムプレーが起きたんだよね、うん、京田、福田、堂上でランナーは西浦というところで、はい、で古賀は当然サードに進むよね、はい、この時に、はい、でこの時に、まあ、一塁ランナーセーフ、はい、でここで勘違いするのはみんながね、ここに投げて先に一塁がセーフになったとしたら、このランナーはランダムプレーじゃないとダメだと思う、勘違いが起きるんだよ。まあでももうセカンドにしか行けないという状況ですよね。もうそうそう、うん、だから川端がここは一塁に残っちゃったばっかりに、西浦はもうセカンドしかチャンスはない、戻ったって戻った、ここのランダムプレーの時に事件が起こるわけ。これはなぜ起きたかというとさ、はい、ちょっと詳しくちょっと図解して説明するけども、はい、まあこういう風な形でまず川端がセーフになる。ちょっとこれさっきとは少し角度が変わって、 そこが一塁ベースですね。ここが一塁でここが二塁ね、はい、でランダムプレーをしてたんだけど、これセーフになった後にランダムプレーをしてる、うん、でサードに古賀が行ってるね、はい、サードランナーもいる、古賀が、でこれがホームに行くぞ行くぞって見せてるわけよね。伺ってましたよね。伺ってるよね、はい、そしたらここら辺はもうなんかものすごい丁寧にランダムプレーをしてるわけ、はい、でもちょっと考えればこっちがセーフになってるんだから、京田が起点を利かしてこのランダムプレーのボールをベースを踏んだんだよね。はい、踏みました。踏んだらアウトじゃない、はい、まあそうなんです、アウトでしょ、ね、なぜ事件が起きたか、うん、なぜ起きたかって言ったら審判がノーリアクションなんだよ。アウトともセーフとも何も言わないんだよ。もう普通にそのプレーを見ながら、うん、そう、こっちの審判はもう川端を見るのに精一杯セーフ、 このセカンド審判がノーリアクションだからプレーが続行するんだよね、ランダムプレーを。そうですよね、そこでアウトが発生してないので、そうそう、プレーを続けるよね。そうですね。そしたらこの古賀は、この古賀は、うん、やっぱこの隙を、このランダムプレーの隙にホームを伺ってたんだよね、はい、そしたら福田からの送球だったかな、ホームに投げられて、うん、はい、タッチアウトになったんだよ。そうでしたね。で守ってる側は普通ツーアウトじゃない、はい、ね、ツーアウトでしょ、はい、だから、ま、ツーアウトで、あ、またもう次のバッターを迎えなきゃいけないと思ってたんだけど、はい、そこで与田監督がリクエストをして、はい、ここアウトなんじゃないのって、その前にね、ま、その前にホームアウトになる、古賀選手がホームアウトになる前に、前に西浦選手がここがセーフになった時点でランナープレーの時に京田がこのベースを踏んでもうアウトなんじゃないので、古賀はもうアウトでしょって、うん、でもう3アウトじゃないのってこれで、ね、でそれがリクエストで認められたんだよ。そしたらやっぱ高津監督は後に引けないよね。ですよね。なぜかリアクションがないからプレーやって、このサードランナーのこの古賀はここでアウトって言われたら1・3塁で、うん、1・3塁で動かないはずなんだよね。そうですね。だからここに古賀が残り、ここに古賀が残り、ここに川端だったんだよ、はい、で、ツーアウトになっても、はい、ツーアウトになっても、はい、攻撃が1・3塁ということで、うん、チャンスがあっただろう、はい、それをコールをしなかったばっかりに古賀が突っ込んじゃったんだよね。
これは悪くはないんだよ、全然悪くはないんだよ。だからこの審判、まあ誰とは言わないけども、ポイントはやっぱジャッジをしてくれないとやっぱプレーが続いちゃうっていうことだよ、うん、いやだからかそうですよ、ね、だからね、はい、まあ解説もいろいろ聞いてたけど、うん、勘違いしてたのはやっぱここで先にこっちになったらこっちに投げたらここでランダムプレーをしてアウトにしないといけないと思ってるんだよね、うん、だけどここでセーフになった時点でこのベースは埋まっちゃうから、はい、ここホースプレーなんだよ。もうランナーの行きどころはセカンドしかないんで、ないからね、ホースプレーなんだよ、はい、だからそれを京田が踏んだの、はい、途中でね、途中で肩と気がついたみたいな感じでランナーから逃げるような形で踏んだのわけそうだけどこの審判がリアクションがないからまだ試合はあのプレーは止まってないと思って続行するわけね、ランダムプレーを。そういう状況の中でもう本当に短い時間をねやってるから京田選手も今のアウトじゃないのっていうようなアピールする暇もない感じがありましたね。いやいやないだからだってここにランナーがいるから、そうそう、だからもう1対0だから、はい、一旦試合が切れるというかあのプレーが切れるまではちょっとどうしようもできない。そうで、それが一連のホームでアウトになるっていうところまでつながってますね、つながるんだ。これが2対0だったら、うん、別にこのランダムプレーで刺したってよかったんだよ別に、うん、無駄な運動だけどね、うん、だけど1対0だからここにランナーがいるから引き分けになるわけにいかない、やっぱ勝ちたいからね、はい、だからプレーは続行されて、まあ、変な終わり方をした。まあリアクションがなかったっていうセカンドの、うん、審判ありますけど、ルールの上ではこれは成り立つ、うん、ルールの上では成り立ってるよね、ですよね、うん、ただ全く腑に落ちず納得がいかないヤクルトサイドっていうことですよね。いやそりゃさ、リアクションしないとサードランナー突っ込んじゃうでしょって、はい、ね。そうですよ、うん、そうじゃなかったら、そうじゃなかったら一三塁で攻撃ができたでしょっていうことなんだ、はい、それはもう高津監督の言ってることが正しいし、やっぱヤクルトって優勝争いしてる時に、そうですよ、この一三塁で攻撃ができて、あとワンアウトだけども二死になってね、だけども次に長打が出たりホームランが出たらどうすんだっていう話だよ、うん、でも勝ちと負ける、また引き分けるとは全く意味が違うから、はい、これは納得いかないよ。そう、いやもう見ていて、うん、なんかこちらまで納得いかない、なんかどうなるんだろうって。まあね、でこの場合一度、まあ、そういう風にして高津監督も、うん、まあ、選手たちをなだめつつ一度引き上げる形になって終わってるでしょ試合が、うん、これはこの後どういう風になっていく可能性があるんですかこの試合は。いやでももうゲームセットしたからまあ再試合には絶対ならないし、はい、まあ、提訴試合って、はい、まあ、審判に罰金が課せられるかどういうことかもわからないけども、はい、でもヤクルトにとってはさ、やっぱり優勝争いしてるんだもん。その中でやっぱノーリアクションはないわ、うん、まあ、審判も攻めるつもりはないけど、はい、だけど審判がコールがないと選手はやっぱプレー続行だし ね、うん、でその子がピンチランナー、子がサードに行ってこのランダムプレーの隙にって思って突っ込んじゃったんだよね。でも突っ込まないよコールがあったら。そうですね、うん、だからそこら辺はやっぱこうしっかりしてもらわないとちょっと困るよな。これが2対0で、うん、ね、そしたらもう絶対ここでもう終わってるはずなんだよ。もう1点やってもいいと思うから、うん、まあ本当にね、ここに来るまでの試合の流れも考えてみると本当にで石川がね一生懸命投げて、ね、援護点がない中、ね、隅位置でずっと来たゲームでね、で9回にこういうドラマがあるとは思ってなかったし、またなんかこう後味の悪い終わり方、うん、ね、これをこうやっぱこうバレに、まあ、ヤクルトはちょっと頑張ってほしいなと思うけどね。まあ本当にね、抗議をしている時間は高津監督一人でね、うん、審判の方たちにお話をしていたんですけど、うん、まあ、そういう光景を見てると、うん、やっぱ選手の人たちもいろんなことをやっぱ思うじゃないですかね、まあ、ね、そういう姿を見て、まあね、まあ、それがチームのいい方にね、うん、働けば、いい方に働けばまたいいのかなと思いますが、でもこれはヤクルトにとってヤクルトのファンにとっては痛いよ、納得できないよ俺も向こう見ていて納得できないけど、でもルール上は、まあ、どの上がこう投げて普通アウトになるんだよね、先に殺そうと思うからバッターランナーを、うんうん、でもこれがセーフになって珍しいケースが起きちゃったから、はい、ここがランダムプレーだというふうに勘違いする人がやっぱたくさんいたということだよね、うん、だからやっぱりルールはね、しっかり頭に入れてやらないと
まあ、こういうことにもなるし、まあ、選手は全然悪くはないんだけども、はい、うん、だけどやっぱりちゃんとしたジャッジをね下してほしいなっていうふうに思いました。はい、ね、まあ、ヤクルトは本当に頑張らないとね、頑張ってほしいと思う、もうこれに負けないでね、はい、という試合でした、はい。